新年の挨拶を写真と言葉で届ける写真年賀状を作ります。受け取る人のことを思いながら「明けましておめでとう」と書いてほしい。これは気持ちが形になる年賀状です。札幌に行ってなかなか会えないお父さんにこの年賀状を書きました。ピクサスで思いを届けよう。 Make it possible with Canon.